どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったーい。ミキさんです。ユーニャンです。大の字です。香取慎吾さんから MC のお仕事いただきます。はい、おめでとうございます。香取さん元気ですか？すごいね、 YouTube 越しに話しかけられるぐらいになってですね。いや、まあほら、連絡先交換しないとですから。そうだよね。すごい、だから俺たち2人とも行くからね。はい、京都ね。今回の東京 SNG というのは、はい、きっかけはそのソロアルバム、うん、2枚目のソロアルバムなんです。そうだね。前回が2020年かな、うん、にわにわワイド、はいはい、っていうアルバムもものすごく楽しませてもらったんですけど、まあ、結構本当インディーズのね、ボークとかね、ボークとの相性すごいんだけど、そっか今回は東京 SNG ってアルバムが、はい、ビッグバンド、ちょっとジャズテイスト、うん、ビッグバンドの人がいて、まあ、スイングですよね、うん、だから SNG っていうのはシンゴであり、うん、スイングであり、ソングであり、シングでありっていう。なるほど。その東京 SNG を聴いた瞬間に、はい、わーって思って、はい、めちゃくちゃかっこいいじゃん、はいはい、まあ、それがやっぱ、まあ、盟友、我々の盟友と呼んでますけど、向井周徳さんが、はい、作詞をしてて、ね、はい、香取慎吾にこのアプローチがぴったりだな、合ってたよね、確かに、めちゃくちゃいいなと思って、うん、まあ、それでアルバムを聴いた時、アルバムがまためちゃくちゃ完成感があって、うんうんうん、東京 SNG ってこのアルバム自体にすっごく興奮したので、うん、まあ、当時ボイシーっていうの今出ちゃってるんですけど、はいはいはい、ボイシーで感想を言ったら香取さんがそれ聴いてくれそれで今回シークレットファン、まあ、CD を買った人、うん、抽選で200名、はい、選ばれた200名の方が来れる、うん、まあ、昼と夜の、その、まあ、シークレット、ブルーノート、はい、南アーノのジャズの本場ですよね。まだそうですよね。そこでライブ。このトークパートの司会に私呼んでいただきました。はいはい、緊張しましたよ。そしたら6月7日なんで、はい、誕生日の1日前。1日前。1つ前のなんか誕生日プレゼント。おうおう。でちなみに、ハッピービービービーっていう、あの、要は、うん、ハッピーバースデーソングもあるんですよ、うんうんうん、でそれが田島さん、はい、オリジナルラブ、オリジナルラブ田島さんとこう作られたやつ でなんか田島さんオリジナルラブ大ファンなんで、うん、僕大好きだし、田島さんとも LINE 交換してて、はい、田島さんと一番なんかちょっとつながりがね、なんか自分の中でね、で東京 SNG はやっぱりすごく愛聴してます、うん、そしてそこに行ってやっぱりその香取慎吾という人のスター性、アイドル性で、さらにその行くときやっぱ緊張してたのよ、うんうん、できんのかな俺なんかに思いながら、うんうん、でもこれは誕生日プレゼントでね、うん、俺にくれたもんだから、はい、もう自分自身も切迫できるんじゃないかぐらいの気持ちで行ってたら、前日が名古屋のラジオですから、うん、そのまま次の日に泊まって仕事やって、うん、で夜泊まってから名古屋から行くんですよ、うん、そしたら僕の新幹線のホームで、まあ、エゴさしたら、うん、僕を見かけた人、うん、今名古屋駅の大谷さんいるみたいな、うん、会って話しかけたいけど話しかけれなかった、いつも香取慎吾さんの作品褒めてくださってありがとうございますって言いたかったみたいな、つぶやき違うみたいな、今日特別な日だからって今から東京行ってきますって言って嬉しいみたいな、おお、あら、はこれに当たった人、当たった人だが僕を見て、はい、たまたまこうつぶやいて、はいはい、うわーと思って、もうこの子探して、うん、俺今から司会しかないで、おい俺も行く俺も行く俺も行く言いたいけど言いたいけどダメだ、シークレットそれで会場着いてブルーノートで、うん、まあ挨拶もちろん丁寧にやってくださるんですけど、うんうん、まあ、何年かぶりに初めてお会いしたのは多分新しい波の時じゃない、エイトの時、うん、司会が香取さんで、俺たちネタをやってね、そう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 、トークバットでそれが最初だったかな、香取さんはね、うん、その後そうそうそう個人的に大地さんのお母さんがスマップファンで、そうライブ行ってる、でまあ、俺もスマップの作品をやっぱチェックするみたいな感じだったけど、ほんとそっからあの日まで会ってないんじゃないかな、氣志團万博まで。ああ、バラエティーで何か一緒になったっけ、草薙さんは家来たよね、家来た、そうだから襖は意外に出させてもらった、ね、そうそれがあったりとか、香取さんってなかったけど、ただ香取さんはそれで氣志團万博の時にお会いして一緒で、うん、そしたらその時ボソッと、あ、でも僕大谷さんから音楽好きなアーティスト教えてもらったこと何回もあるんですよ、うんうん、それ見てますみたいな、うん、夜中にやってる番組とか、うんうん、はい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 、で気になったやつは全部チェックしてアルバム聴いたりして、いいなと思った人メモしたりしてますって言って、うん、とか言って、うん、うわよかった音楽語りなんかやってて、うんうん、もう誰が見てんだと思いながら、うん、香取慎吾聴いてくれてんだったらちょっと頑張ろうみたいなそういうご褒美もらえたんね、そう、それで
この東京 SNG の中で、はいはいはい、まあ、ちょっとアルバムのことはちょっと後に置いておくけど、うん、やっぱり韓国の K-POP のアイドルファンダムもやっぱジャニーズからすげえ勉強したって、はいはいはい、ファンと一緒に戦うみたいな、うんうんうん、本当に SMAP こそそういう熱くて、そして一緒に年齢を重ねていって支え合って、この人さ本店立てだなと思うのは、うん、田島さんのことは知り合いだから田島さんのエピソードみたいな一部で言ってすっげえ面白いエピソード聞けたの、うん、でおもろいなと思ったら2部は違うお客さんじゃん、うんうん、だから俺としてはさ2部の人に同じ話でもいいと思ってる、うん、で田島さんとの曲作りはあれなんですよね、ズームでやられたんですよね1対1でとか、そう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 って言ったエピソードは一部と全然違うやつだった。全然違って同じぐらいおもろいエピソードだった。だからちゃんと変えてくるんやと思って、絶対同じエピソードじゃん、まあ、で被ってないしお客さんもね、そうそうそう、だけどそういうことじゃないんだなと思って、だそこがすっごい面白かった。面白い。だからアドリブじゃないけどその生のステージの時に人間性みたいなのを見せる能力も長けてるし、うん、でもほらあの人独特の繊細さとか、はいはい、大きな体にすごい繊細な気持ちとか、うん、少年っぽさとかね、ショービジネスの世界にずっといたからこそある自分の時間もちゃんと大切にしたいとか、うん、でそれがいろんなことがあって揺れててさ、うん、もうもしかしたら昔通り全く戻れないんじゃないかみたいな、うん、だからなんか言葉を選びながらだったけど、草薙さんが今レギュラーいっぱい決まってきて、うん、ドラマも決まってて、うん、戻るんだちゃんと決まるんだみたいなこと、うん、びっくりして2人でしみしみ言うみたいなことなんか、うん、戻るんだねみたいなこと今言ってましたねみたいなことを言ってて、まあでもそういう覚悟というかそういう気持ちがすげえあの時あったよな。でもその時支えたのはファンで、ファンもその時カトリックを応援することによって日常の生活に何かエネルギーをもらってたやなみたいな関係性が、うんうん、たった200人の会かもしれない、いやむしろ200人の会やからこそ垣間見えて、はいはいはい、でさらに俺は個人的に言うとそのホームにいた女性は名古屋から剣が当たってさ、うん、おめかししてさ、うん、出てってさ、うん、うわーってドキドキするって、あそこで会えるんだ、至近距離で会えるんだと思った時に俺見て、うん、あれ褒めててくれた時とかみたいな、うんうん、これで思わずつぶやいちゃったみたいな、この人の物語みたいなのも自分で体感してるじゃん、うん、思わず最後にさ、いや今日こんなつぶやき見てでもし来てたら嬉しいなって言ったら、一番目の前のその人がじっと見てた人が私ですって言ってでもなんかそういう、ああそうだって、この人はずっとそうやってこの国民を救ってきたんだよなって、うん、その立場を背負ってやってきたんだよなとか思うとね、うん、でそれがこっからアルバムの話になるけどさ、はいはい、東京 SNG がやっぱすごいのは生、うん、バンドなんですよ、バンドなんですね、ビッグバンド聴いて、でしかも明治座で今回ライブやって、はいはいはい、明治座なんか俺大好きよ、ね、お芝居見てその後歌謡ショーとか、はい、そういう2つのパターンとか、うんうん、石川さゆり座の俺明治座とか見に行ってるからね、あ、ほんと？と俺あの喜劇見た後になんか歌とか、あ、いわゆる東京のね、うん、そういう友近も見に行った、水谷チームも見て、で今回明治座でやるの面白いなと思って、うんうん、1時間半のそういうビッグバンドを弾いてやるっていうのは、この東京 SNH を聴いた時に前作ならばかなりデジタル寄りだった、うんうん、でラップミュージックにアプローチしたり、うん、今のオルタナティブロックの声援とかも一緒にやったりとかしてたのが、今回割とその手作業だよね、うん、やる生のそうだね、生感、でこのジャズのアプローチって戦後に敗戦国になった日本が芸能界ができて、うん、まあ、クレイジーキャッツのさ渡辺慎さんとかだって社長もさ、うん、渡辺プロ作ってるとか、はいはい、ジャズのベーシストだ ね、 ベーシストだもんね、クレイジーキャッツもそうだし、うん、ドリフターもそうだし、でジャズっていうものの、 あの華やかさ明るさが、うん、あの時国民に元気を与えたっていうのが俺の考え、うんうん、なるほど、ビッグバンドっていうものがバーってやることで華やかなものを国民を鼓舞してる、うん、で今やっぱりコロナ禍でさ、ね、3年こうなった時にさ、だから BTS は80年代 80s のフレーバーやって、うんうん、セクシーゾーンだったそのうち、ん、そうだよね、であの時香取慎吾はミュージカルの経験かららしいんだけど、やっぱりその時代にそういう音に自分から近寄っていった、ね、あ、なるほど、で今回のアルバムの最後の曲と最初の曲だけは最初からタイトル決めてたんだ、うん、これが最初で最後、うん、で最後は道しるべっていうの、はい、作詞が劇団ひとりさん、はいはい、で劇団ひとりさんってずっといいともで一緒で、うん、彼の作る作品が好き でビッグバンドで本当にやることで大丈夫なのかと思った時に、うん、浅草キッド見た時に桑田さんのあの曲がビッグバンドスタイルじゃん、で東京じゃん、はい、で自分も東京をテーマでビッグバンドでやろうとしてながらいいんだ、ひとりさんが書いてきた詩っていうのがみんなの道しるべ明かりになって、うん、ここの道行けばいいよっていうことを照らしてくれる、はい、この歌って香取慎吾さんがちゃんと打ち合わせしながらこういう感じの曲でこうでって言ったから、
カトリシンゴの思いとか、カトリシンゴの生き方が全部詰まって、はい、でその日のライブでも真ん中でやったんだけど、最近さ、今世界的な人気になったシンガーソングライターでさ、ヒューチャーイさん、あ、はいはいはい、この方はあの悪魔の子っていう進撃の巨人の曲で、うん、あの題になったけど、まあこの人東京って曲もそれこそコロナ禍の東京を描いた、はい、まあ素晴らしいシンガーなんだけど、この方に大ファンだって香取さんは、うん、でどうしても樋口さんに作ってほしいって、その代わり樋口さんに自分はこうでこういう大切にしてる言葉があってとか、うん、そういうことを言って作った曲が一人きりの二人っていう曲だった、うん、でこれが俺はこれ香取慎吾のことやと思って、うん、一流のシンガーソングライターは香取慎吾は何かっていうのを歌にこうやってちゃんと作れるんだって、生きるのが怖いかいって、毎日が辛いかいって、一人じゃないのに一人に思えるような、でこれってさ、コロナ禍の時の自分そうですね。でももっとあるとしたら、うん、いわゆる前のグループの最後の時にさ、うん、今後自分が好きなものがなくなっていって、うん、ファンはさどうすればいいんだろうって絶望的な気持ちになることもあったと思うよ、うん、心焦ってないどこにいたって圏外みたいで、泣いてればバレちゃうから笑ってれば隠せるでしょっていう、これ優しいメロディー、そうだね、でこれサビがさ一生懸命適当にって言ったの、でこれが後々香取さんから訂正が入ったんですけど、はい、俺は普通に一生懸命適当にってこの矛盾した言葉の並びが香取慎吾さんのことだと思った、うん、一生懸命いかなきゃいけないよね、でも一生懸命人から同調圧力的にやれたら辛いじゃん、うん、だから適当が大事だよね、うん、適当に生きることも大事だけど適当だらけじゃうまくいかないよね、うん、だから一生懸命と適当両方行ったり来たりすることが大事だっていうことかなって俺は思ったの最初、うん、そしたら香取さんはその一生懸命のショーを生きるじゃなくて笑いにしてる、笑いにしてるもんね、これで適当をかなんか軽くしたいからカタカナにしてるっていう、俺がサム・クックのワンナイトスタンド、はい、ライブアルバム聴いた時に It's Alright って曲歌った時にうわ俺全然ここ行っていいじゃんみたいに覚えたのって、うん、そういうことでロックとかソウルの一番伝えてほしいことで大丈夫って言ってほしい、大丈夫、そうだね、そしたらやっぱこの香取慎吾の大丈夫の言い方で一生懸命適当になる、これは俺いい言葉やなと思って、うん、と未来からのメッセージっていう、で Call me, call you っていう、うん、君の声、僕の声っていう、一方通行だとしても聞こえてる大丈夫っていうわけ、一生懸命適当にっていう、それでも僕ら同じ星に生まれた樋口愛さんってすごい、すごいね、そしてこの歌を歌えてる、ここに来てそのアルバムの真ん中がこれなんですよ、はい、アルバムのね曲順もすごく良くて、HZ テルヨのジャズっぽい、でもジャズでも結構ここもいい、ね、HZ テルヨもね結構陽気なジャズですので、はい、こんがらがってがあって、うん、カタルシスというウォンクの、うん、これもウォンクと相性も抜群なんで、はいはいはい、ツアー行ってもいいぐらいで、真ん中にこれ一人きりの二人が来てシンコペーション明るく、また明るいジャズになって、うん、そこから多種多様の曲にやってから田島隆夫さんとのハッピービービービーがあって、その後東京タワー、はい、これあの西村ひばりさんのカバーです、はいはいはい、それ新しい学校のリーダーズと一緒にやってて、まあすごくとっぽいカバーになってるし、うん、で「道しるべ」これアルバムとしてねものすごいこれを聞いた時俺は昭和の芸能史の一つの物語まで踏襲してる、ご本人は多分そういうことは意識してないんだけど、コロナ禍に明けていく俺たちと敗戦国の中を明けていく人たち、うん、そして今同時代性の中に「シン・ウルトラマン」があったりさ、はいはいはい、ガンダムが公開されたり、はい、トップガンが公開されたりさ、それは決してノスタルジーじゃなくて、うんうん、昔にあるものを今のハイブリッドしたものとして、うん、新しい作品として提示することによって、うん、戦後の日本が文化的にこうやって優秀になっていく、豊潤化していく中で得たものと、もう一回再現、うん、カルチャー文化でもう一回国民を鼓舞しようっていうものが俺には等しく見える、すごい解釈だよね、そのジャズっていうのを通してやってるっていうのはすごい、ね、でも美空ひばりってそういう人だよね、敗戦国家の中において、うん、あの人が私たち役割って国民の鼓舞じゃん、うん、あの子が歌えばみんなお今日も頑張ろうって、戦後のあの時のねひばりちゃん歌ってるって言って、うん、だからそれと同じように彼は今スーツに身を包んでビッグバンドでちょっとアダルティーの大人になって、うんうん、アイドルと言われた小学生からアイドル、ショービジネスの世界を生きてきた男がいろいろ紆余曲折あった中で一人でこのソロアルバムを出す時どういう提示をし方した時に今この時代2022年にこのアプローチしましたかと、お見事ですかと、これは行かなきゃいけないと思って、ただ明治さんもう終わってると、はい、来てくれませんでしたねってちょっと言われて違うんですよ、本当すいません、チケットの取り方わかんないですよ状況は
大変でしょ、あなたたちは。それ、そうね、ファンクラブ入ってとか、まあ、そうそういうの結構大変なのよじゃあ僕が撮りますってどこですか、京都行ける日って。京都か、これこれ絶対でも王子を見といた方がいいな、うん、まあそれでライブ見て、あ、これ素晴らしいぞ、うん、絶対行こうと思って1日上げていきます俺も大谷さんから個人ラインでお誘いのライン来ましたから行きません行きませんか。スターだよ、石原裕次郎とか、ああいうスケールの大きなスターだよ、ね、なるほど。そう、三谷幸喜さんがよくね、加藤志保さんを使いたいのは、うん、濁ってない、まっすぐな演技をする、うんうんうん、だからこの人は目で見たもの、感じたものをまっすぐ吐き出すよね。そのピュアさ、いやいや、それってさ、草薙さんにも通じるんだよね、うん、草薙さんもそうだよね、稲垣さんもそんな気するし、なんか稲垣さんの場合はまだ自分がどう見られてるかとか、うん、カルチャーとかにも精通してるから、あー、なるほど、ね、情報が多いじゃん、はいはい、だからあのスマップっていうグループはすごい奇跡的なのは、やっぱ全員違ってることだし、うん、そういうのを守ってたリーダーがいたし、うんうん、そんな中で加藤慎吾さんっていうのは目で見てて、あ、この人演出したりとかさ、美術も、うん、はい、絵も描くし、絵もやるし、だからそういうパッションとか、そうそう、自分がいいと思ったものを盲信していくところとか、作品を作るときエネルギーをバーッと注ぐものが純度が高くできる人やと思うね、うんうんうん、で彼もなんかこのバンドのみんなと一緒にステージに来られて、ずっとやっていくんだって気になってるみたいな。へえ。すっごいわかる。だって加藤慎吾のバンドって感じだった、うん、おお。素晴らしいプレイヤーたちだった。で、ダンサーさんとかみんなオーディションで、うん、で、インスタグラムとか全部チェックして、どういう発信してるのかって言って、で、それで選んだ人たちで。へえ。仲間なんですよ。だから、明治座っていうのは大きな、うん、そんなめちゃくちゃ入るところでもないけど、うん、由緒ある伝統のある劇場で、ショーケーシーにしといて、うん、何日も公演をやるって、今まで多分やってなかったと思うから、うんうん、1回ね、めちゃくちゃでかいアリーナでやってもいいじゃん。はいはいはい、でもそうじゃなく、うん、こういうやり方を取っていってるところに、また、シンパシーを得るし。いやいや、面白いね。面白いよね。面白い。そのアプローチは面白い。だから僕はこのアプローチの取り方が大正解だと思うし、より多くの方に体感してほしいかな。そうだよね。生で見る加藤慎吾すごいよ。パスポットだよ。大の字ミステリー探検隊でいくことになるわけですね。やっぱね、一人一つだよね。ちょっとパワーもらいに行く。パワーもらいに行くっていう。京都まで足伸ばしてる。そういう人多かったんじゃない、それを背負ってきた人じゃない。だ最後に、だからみんなそういう人見て、俺って香取慎吾さんはその人の人生にすごく作用してたんやなと、うん、そういうのをなんかちょっと見れて俺はグッときましたよみたいなこと言った香取さんは、いや俺も背負われてるからと、これからも背負ってってね、だいぶ重くなっちゃったけどって、そんなのさ小学生が応援してる人たまんないよねちょっと笑いにしてさ、はいはい、こいつやによるなこいつやっぱりすげえな、すごいパワースポットだし、よかった。だから本当ね、うん、俺の変な推測だけど、イグジットとかキャインさんのスケジュールがね、これ埋まっててよかったよ。だから俺に回ってきたほぼ絶対俺が第一番じゃないでしょ。ご本人はずっと気遣って、いや大谷さんじゃなきゃ嫌でしたよって言ってくれるけど、間違いなくイグジットでいや、うん、でも7人出てた。いやいや、大谷さん的には代打かなと思ってた。だって7人呼ばれてないから確かに、ね、俺らなりにすげえいいからできたつもりだったの、うん、その岸田バッグの裏側で、はいはい、7人の密着入ってたから、うん、で俺らなりにだからちょっと酔いすぎたまるで受けてなかった、落ちたらやることはもう間違いなく。しかも俺らが前半スマップの曲かけて盛り上げちゃった、はいはいはい、盛り上がるじゃんそんなの、うんうん、そしたらもうちょっと新しい地図なんかちょっと闇言われてもいいぐらいだよね、うんうん、いっぱいかけてるんですかみたいな言われてもいいんだけども、それがピュアだから草薙くんがあのかなり盛り上げていただいたそうで、ありがとうありがとうございますって言ってたね。そうそうそう、いやいや、あんたさんの曲そんな真っ直ぐに言われてる、あんたさんの曲かけちゃっただけだから俺ずるいだけだよとか言いながらでこのやり取りでもちょっと親的にいいだろうと思って俺は微妙に計算入ってる7人スタジオ呼ばれるかなとか思って、全く俺未だにお前の酒のせいだいやいやいや違ういやこれ見てたらもしかしたらあるかもしんないよ、新しい一段階あるかもしんない、もしかして俺らウェルカムでいつも入ってるよいっぱいたまに見んだよ、いつもエグジットもうしょうがないよ。だけど一ファンだね、うん、今後も香取君が作る作品のファン、うん、で特にこの東京 SNG を聞いて、もう俺はもうフェスやったらどうすかとか、アメリカ行ったらどうすか、おアメリカ行ってほしいとブロードウェイやってほしいし、ああブロードウェイとかね、そう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 、似合いそう、
で、これが東京ですって言ってもいいじゃん。うん、うん。うん、これが今の東京っていうね。東京っていうので香取慎吾が出てくると誰もいろんないよね。だからやってほしいなってすごい思った。本当だな。香取慎吾フェスもやってくださいと俺言ったりとかね。言いましたよ。いいじゃないですか。こんだけのアーティストが共演してるからみんな呼んで、1日かけて。で、岸田万博で翔くんが何回も出ていくじゃん。うん、はいはい、あれ見てしんどそうなんで嫌ですって。そこは見てんだな、ちゃんとやっぱ。もう無理だからっつって。昔は3時間やってたんだからって。3時間やってたんだよって。1時間で、本当、3時間やれるなんて本当にすごいよっつって。なんで俺3時間やってたんだろうって。いや、本人も不思議になるぐらい。ヒット曲多いから。多いから。それの返しもいいよね。めっちゃって。3時間もできないから、ね、しょうがねえんだよっつって。聴いてる曲いっぱいあるんだよ。ファンの一言だな。これはですね、皆さんね、うん、まだ聴いてないっていう方いましたら、ぜひ聴いてほしいですね。もちろん、ファンと一緒に歩んでいる香取さんですから、もうそういうものですけど、ファン以外の方でね、ポップミュージック好きな人に、ね、うん、これ手取ってもらいたいね。これは。うん、これサブスクリプション聴けますか、聴、ね、けますから、これは。いや、だからね、海外の人も俺ね、聴いてる人いると思うんだよね。すごいそれ楽しみ、ね。届けるよね、届ける、うん、本当に。で、しかも、東京 SNG の中で向井君が書いたしでさ、たどり着いたら月曜日。月曜日。そうそう。涙は全てお台場に置いてきたよみたいな、なんか、あの歌詞ちょっと、これ、ほんとスマ、スマスマじゃんみたいな感じで、なんでて、だけど、あれ偶然なんだって。え？そう。向井君はね、全く、東京の地名を書いていくやつで、で、お台場って書いて、一応だから加藤さんもらった時、これ、こういうことかなって。ちょっと物議かもし出さないかなと思って、その一応聞いてみたら、いや、あの別に東京の地名でいいのいいかなったらお台場って書いちゃった。で、月曜日も上げていきながら、最後に月曜日にしたら別に何の意味もないんだって。何それ。そう、本当に。知らなかったわけです。へぇー、うん、面白い。たらもうそれでそういうふうに書いたんだったらもう変えるのやめましょうって。うんうんうん。そうだよね。言ってたよ。すげえ。涙は捨てたよ、お台場に。雨が土砂降り気持ちいいぜ。で、肋骨折れたらそのまんま、たどり着いたらやっぱり月曜日。いや、これ絶対それだと思った、俺。スマスマの収録が水曜日だったってね、しかもね。だから、なおさらそういうふうにみんな思ってたらしいよ。それ偶然なんだ。偶然なんだ。いやー、すげえ、なんか引き寄せられてんな。で、これ、やっぱ、向井修徳さんに詞書いてもらったっていうのもすごく面白いよね。うん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 、だから、このビッグバンドで、例えば、スマップで言うと、あんまりこれご本人にやれないけど、スイングっていう曲があるんですよ。うん、西寺豪太さんが詞書いて、はいはいはい。あとはやっぱり、華麗なる逆襲。だから、やっぱ、椎名林檎さん。うんうん、で、椎名林檎さんとやっぱり、向井修徳さんって盟友だよね。うん、そうだよね。同じ時代に、あの、90年代、福岡から出てきた、二人の、はい、まあ、お互いリスペクトし合ってる二人で、うんうん、なんかそことこう、ここ福岡ってのはこれね、渡辺晋さんの墓があるんですよ。あ、そうなの、はい、渡辺晋さんって福岡出身。ここ大事なんですよ。日本の芸能界の最初作った人は福岡人。だから渡辺プロ福岡に。なるほど。それで福岡、渡辺プロ作ってパラシュート部隊と五輪に入ったってことです。はいはいはい、だから、その福岡ってのは聖地なんですよ。あら、面白い。で、その福岡にやっぱりジャズっていうものをどうやって取り入れて、うんうんうん、その時の日本のロックの中にどうやって自分の音楽性を入れたかのはやっぱり椎名林檎、うんうん、で全く違うオルタナティブのすごいバンドでしたけど、うんうん、まあ、これがナンバーガール、ナンバーガール、今ザ・センブ、はい、和のテイストを書く男ですよ、うんうん、This is 向井修徳ここいろいろあった時香取慎吾のもとにこうここがね、でもこのビッグバンドのなんかバックにあの歌詞全然違和感ないんだよな、ね、かっこいいんだよな、いいんだよあのマイク持って歌う、オンライからかっこいいあれかっこいいよ、これは楽しみ、楽しみ京都、はい、ぜひ皆様アルバム聴いてみてください。香取慎吾さんに呼ばれたの巻でございました。香取さんいつもお世話になってます、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。お願いします。チャンネル登録しちょくれー。